チャールズ・ウィルソンチャールズ・ウィルソンとムジャー・ヒディーン・テキサスにある墓、チャールズ・ネスビット・ウィルソンはアメリカ合衆国の政治家、通称チャーリー・ウィルソン、元アメリカ海軍士官であり、テキサス州選出の民主党所属の元、会議員である。2003年に彼の伝記がジャーナリストのジョージ・クライルによって発表され、それを元にした映画。 チャーリー・ウィルソンズ王が2007年に公開されている。パーティー好きで陽気な人柄で知られ、地元新聞からは、グッドタイム・チャーリーのあだ名をつけられ、プレイボーイ的なイメージの一方で、冷戦時代の英雄の一人でもあった。ウィルソンは、米 CIA 史上最大の極秘作戦を観行した、立手点中の人物として知られる。旧ソ連のアフガニスタン侵攻を食い止めるため、ウィルソンは、 会員の国防歳出委員会メンバーとして動き、メンバーを味方につけて当時アフガニスタンを侵攻していた旧ソ連軍に対する CIA のアフガン支援の秘密予算の大幅増額を図る。当初500万ドルだった支援額は7年のうちに10億ドルという空前の規模に達し、最終的に数十億ドルという多額の資金を調達した。これによる武器を供給などの支援により、 アフガンのイスラム武装勢力ムジャーヒディーンは最新の武器を手に入れレッスンを跳ね返しソ連軍に撤退を余儀なくさせた。ウィルソンはこの功績から旧ソのアフガン撤退を決定づけた影の功労者として CIA はそれまで CIA 要員にしか送ったことのなかった功労賞を文民として初めて秘密裏に表彰。この話を映画化したのが2007年に公開された。 映画、チャーリー・ウィルソンズ・ウォーである。しかしながら、アフガニスタンのイスラム武装勢力に行った軍事支援は、旧ソ連軍のアフガニスタン撤退以後、米国に付きまとう災いの種となってしまった。ウィルソンが支持し、CIA から何百万ドル単位の支援を受けたアフガニスタンの軍閥たちは、現在、国際テロ組織アルカイダなどとのつながりを持つ危険なイスラム原理主義者とみなされており、 その中には、グルブッディーン・ヘクマティアール元首相や、アフガニスタンの旧支配勢力タリバンのジャラルディン、ハッカニ司令官など含まれている。しかしウィルソンは、アメリカ同時多発テロ事件以後も、我々は、悪の帝国と戦っていたのだ。それは、第二次世界大戦中にヒトラーと戦うソビエト軍に、供給支援を行わないのと同様だ。当時、タリバンなんていう名前を知っていた。 人間なんていただろうかと述べ、イスラム武装勢力たちの軍事強化に加担したことを悔いることはなかった。2010年2月10日、テキサス州の病院で心不全のため亡くなった。ありがとうございます。